今回はマリオメーカーやっていきますよ。よろしくおなしゃす。発売から1年半経ってから初めて実況するって、一体何のブームに乗っかろうとしてるの？あてね、マリオメーカーのコースは日々更新されていて、僕のチャンネルの動画も日々更新されている。つまりマリオメーカーは僕のチャンネルということなのです。いや違うけど、とりあえずコース探していこうか。普通にやっても無理らしいからやめませんか？君がこのコース選んだんだよね。残り時間は10秒。きっとこのドアがゴールに直通してない？けどこのまま降りていけばゴールにたどり着けない。これはタイトル通り普通にやってもいけないってことか。他に道があるとかなのかな？か、勘違いしないでよね。あんたのために考えてるわけじゃないんだからね。はぁ、あ。とりあえずここでわちゃわちゃしてみよう。マリオが何とかしてくれるはず。お前の力で頑張れよ。このマリオは役に立ちませんね。お前がな。とりあえず、壁でもすり抜けられないの？できないわ。これはもうあれだね。助っ人を呼ぶしかないね。助っ人？はは、僕のことを呼んだかい？はは。なんか来た。うわぁ、キノピオさんだぁ。はは、キノピオさん、このコースのクリアの仕方教えてください。はは、そんなことかい？君たちには秘めたる潜在能力があると見える。諦めずに頑張るんだよ。はは。ねえねえ聞いた当てね。これで僕たちこのコース楽勝にクリアできちゃうね。いやあいつ何の解決策も言ってないけど。ああ。人と人との関係はそう簡単に成り立たないってことを、キノピオさんは教えてくれたんだね。あいつ人じゃないけど。こりゃ一本取られたわ。キノコだけにってか。はっは。あ、間違えて出ちゃった。おい。仕方ない。ここは私が人肌脱ぐしかないみたいね。いやあてね、動画でそれはちょっと。そっちの意味じゃねえよ。だってこれ、普通にあのドクロに乗ってちゃダメなんでしょ？今は何をしてるの？すっごい回転してるけど。うるせえアホで引っこ抜くぞ。はぁ、あ。今見ていただいた通り、回転がこのコースの鍵となってくるんだよ。回転？普通に乗ってる状態じゃ間に合わないでしょ？だからこのスピンを使ってどんどん下に降りていくってわけ。なるほど。すっぴんの当て目がスピンを駆使していくってか、はっは。お願い、間に合って。すげえ、本当にいけるなんて、すげえ。はは、ゴールしたみたいだね、はは。僕の助言で君たちに希望を与えられたなら嬉しい。次のコース、探しましょうか。うん。正直眠たいんで帰ってもいい？なんでそんなにやる気ないんだよ。うわぁ、やべぇ、みんな、切ってきたぁ。開始1秒での即死。タイトル通り駆け抜けるみたいだね。あ、あんたのために助言してるんじゃないんだからね。はぁ、あ、いやうまいよこれ、かなりうまいよこれ。な？なじゃねえよ。今ものすっごいうまく進んでるんじゃない？ウサインボルト見てるかな？絶対に決める、この走りでゴールへ駆け抜けて焼けて焼けて焼く。うわぁ、なんでこのコースこんなにもむずいの？最初の実況に選ぶコースじゃないよ。だから君がコース選んでるんだよね。そういえば、最初の地点にハテナブロックあるけど、なんなんだろうね。多分あれキノコとかでしょ。普通の人あれ取っていくと思うんだけど。何？これが任天堂側の巧妙な罠ってわけか。お前の判断ミス。ねえこれ一生ゴールできない気がしてきた。はは、お困りのよ。とりあえず、最初にあるキノコ取ってみたらどう？本当にキノコだったの？アテネすごい。もしかしてエスパー伊藤ですか？伊藤はつけなくていいでしょ。下手くそ。これから本気出すとこだったんだし。ニヤニヤ。本当だし、これで決めてやるし。頑張って。あ、あんたのために応援してるんじゃないんだからね。はぁ、あ。ちょっと待ってこれ。まさかゴール？じゃあ。ところでアテネ、今回初めてマリオメーカーやったけど、どうだった？そうだねー。難しいコースをクリアしたとき、達成感があって面白かったよ。おー、いいねー。どうする？違うコースする？いやー、ちょっと疲れたから、休憩挟んでからやりましょ。オッケー。あ、そういえばケーキ買っといたんだよね。